なんか始まった。なんだこれ。あなたは Y 学園という学校を知っていますか？中高一貫の日本最大級のマンモス校です。いきなりなんか始まった。本校は学び屋としての校舎だけでなく、人が生活するために必要なあらゆる施設を管理しています。学校内にファストフードとかあるの？いいなぁ。シティなのです。いいなぁ、学園シティ。いいなぁ、俺も学校の中にあれ欲しかった、ファストフード。本校は一流の教育だけで満足していません。全寮制宿舎、俺はかっけえ宿舎。正しい生活、いい宿舎。さらには人間性までも一貫して指導します。おお。健全な生活こそが、仲良さそうだな。心と体を、俺もこういう学校行きたかったよね。なんか俺の学校めっちゃ古かったからさ、高校とかさ、小中高全部古かったんだよ。多様な思考と未知なる個性に対応するため、400もの多彩なクラブ活動を用意しました。400もクラブあんの、すげえ。あ、これテニス部、まあ、これはなんか実際あったですよね。あの陸上部。あ、パソコン同好会じゃん。俺高校の時パソコン同好会だったんだよ。うん、あんま、あのちょ結構サボってたけど。小社会の形成です。小社会の形成。例を挙げますと、自由な校風は学園マフィアという反抗組織を生み出しました。それはダメじゃない？心にマフィアは取り締まらんとダメじゃない？ことですら、私たちは許しています。ダメでしょ、寛大すぎるわそれ。それを学園ポリスという生徒たちによる自警組織が抑止します。ほう。彼らは冷静かつ迅速に、ああなんか安全を守ってくれるのです。自分たちで警察作って自分たちのマフィアもいるみたいな、そういう感じなんだ。小社会のもう一つの特徴、三権分立学校法案によって。三権分立、何これ。三権分立ってなんか国会裁判所みたいな感じ、国会裁判所政権みたいな、なんかそんな感じのやつかこれ。この3名が学校内、もうなんかこの中だけでなんか一つの国みたいな感じになってんだね、すげえ。彼らはそれぞれが学園長だ。で、風紀委員長で、風紀委員長も学園長に歯向かうと。生徒たちの、の価値観が押し付けられることはありません。すげえ。これぞまさに小社会ですね。うん、いいな。最後にこの学園の最大の魅力は何でしょうか。教えて魅力。ええー。この学園は設立者も知らない謎と不思議に満ち溢れています。設立者知らないわ、やばくない。これこそが生徒たちに夢と想像力を、これ学校なの、冒険心を培っていくのです。これは何、何の建物これ。え、な、何これ。三国志みたいな。それを聞くのは、あ、妖怪ウォッチだ。かっけえ、自分の目で。めっちゃかっこいい妖怪おる。いかがでしたか。本校には学力、学力大事、芸能も大事、スポーツも大事、 IT はめちゃめちゃ大事。基準で入学が可能です。生徒それぞれの個性に合わせてコースをお選びください。なるほど。え、すごいな。最高の学園生活があなたを待っていますよ。 PV を見せられたらいきなりな、ゲーム始めて。妖怪ウォッチジャム、妖怪学園 YYY 学園生活、やっと始まりますね。ということで、挨拶申し遅れました、ペガちゃんです。早速やっていきたいと思います。こちらのソフトなんですけども、2020年8月13日にダウンロード専用でリリースされるという。もうダウンロード専用って意外となんか珍しいよね、こういうソフトとかでね。その妖怪学園 Y 今回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。 YSP ジンペ、ついに来たぜ Y 学園。 Y ってなってる、 Y って。なんか文字を体で表すってさ、なんかあの某朝番組みたい。これが俺の新たな縄張りってわけか。ここにどんなことが待ってんのか。うん、おお。すげえ、めちゃめちゃ熱血。あ、なんかミニキャラみたいになった。ごめん、コマさんじゃん。コマさん太夫って。コマさんじゃん。コマさん可愛いんだよね、俺。妖怪ウォッチの中でコマさんが好きだからさ。なんか人間になるとこういう感じになるってこと？お、見ろよ、コマくん。見ろよ、コマくん。すげえ。知らない奴がうようよいるぞ。なんかイベントでもやるの？これ全員学生ってことだよね、同じ。なんか、どうやらさっきも、なんか PV みたいなのやってましたけども、600人以上いるっぽい、生徒が。すごいよね、友達600人できるからだよこれ。入学式
あ、入学式、あ、そっかそっか、入学1日目ですからね。いざ入学、 Y 学園でワイワイ行こうぜ。ああ、もう始まった。なんだ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 、いきなり、うわっ、ちょっと君、いきなり何なの。やってるね、いきなりね。悪い悪い、車を急に止まれないってな。なんだこいつ、やべえな、いきなり浮いてるやつ入ってきたな。車は急に止まれないぜ、yeah。 下手なラップ。あ、怒ってる怒ってる、おこじゃおこじゃ、もう起きた、おこだよ。してくれてんだ、おら、誰だてめえ。お、俺か、俺か、俺の名はジバジンペイ。ジバジンペイ、てか多分こいつジバニャンだよな、多分そうだよね。細かいことは気にせず生きてきた。うん、だがそんないい加減な俺でも見る人はちゃんと見てるもんだ。そうなの、こんな立派な学校に入れたぜ。どうやって入学したんだろうね、逆に。そしてこっちが友達のコマくん。コマくん絶対多分あわわわわって言うから絶対。え、ほらほらほら、コマさんずら。ズラは消えてるね。このなんかほんわかした感じがいいですよね、コマさんは。新平くんとは小学校からの友達。うん、落語家の名家に生まれた僕ですが、話すのが苦手で落ちこぼれに。うん、それに落語だけじゃなくて勉強も運動もいろいろ苦手。どうやって入学したんだろうこいつは。でも新平くんに出会って元気な僕でいられています。まあでもそう、元気なことはいいことですよ。でもどうやって入学したんだろう、なんか落語ができるから芸術とかで入ったのかなと思ったら、落語も苦手とか言ってるから、どうやってこいつは入学したんでしょうか。裏口入学でしょうか。くっそー、ふざけやがって、やっちまえー、やっちまえー、来るなこれ、やっちまえーって。早速バトルじゃない、始まった、バトルが。え、Y で攻撃、X 特殊攻撃、特殊攻撃できるの。ちょっと早速やろうか。あ、強い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 、なんかこれ大丈夫大丈夫、ちょっととりあえず特殊攻撃をやろうか。で、頭突きやないかい。でも、お、なんだ、イエーイってやって不良をどんどん助けていく。あ、なんかグッと出てる。こうやってなんか周りのやつを倒してっていいのを集めていくっていう感じらしいね。怒っちゃった。うん、よっしゃ、今日も勝ったぜゴリマッチョ。ゴリマッチョはダサい。あれ、そういえば、うん、そもそもお前誰なんだ。確かに誰なんだろうこいつは。今聞く。あ、これはこれは入学式イベント恒例自己紹介の流れだね。よし、さあ名前を聞かせて。僕の名前は玉田又郎。玉田又郎、玉田又郎、めちゃめちゃ真面目そう。普通の家庭に育ったごく普通の中学生のはずが、はずが日本一のエリート校 Y 学園に入学することになった。どうやって入学したんだろう本当に。とは言ってもたまたま運が良くてたまたま入学できただけなんだけど。ああ、まあまあまあ、なんか運が良かったんだろうね、なんかね。でもそんな運任せな僕もこの学園で変われるかもしれない。でもまあ運も実力のうちって言いますから。うん、それが僕は勉強が大の苦手で YSP 基準合格で入れたんだ。それそれ何それ。そうそう、俺もコマくんと同じ。それは何、なんでも今年から新設された入学基準らしいんだけど謎だね。 YSP、 そうか、何、やばいくらいに素敵なパーソン、yeah。 下手なラップ。あ、入学式始まるよ、急がないと。急がないとね。お、そうだな、行きましょうか入学式。誰、あなたたちならきっと。誰このお姉さん。あ、ウィスパーじゃん、どう見てもウィスパー。皆さん入学式お疲れ様でした。改めて
入学おめでとうございます。もうウィスパーを書かせてない。ウィスを言わなくなっただけのウィスパーだ。おはこんばんちは。おはこんばんちは、なんか YouTuber の挨拶みたいな。この1年 A 組担任の薄見沢春彦と申します。薄見沢春彦、以後お見知りおきよ。うん、本日ですが、入学式が終わったらもう予定はございませんので。もう帰れってこと？学校を歩き回るなり、ごゆっくりお過ごしください。よっしゃー、遊び放題、いい先生じゃん、最高。早いね、結構ね。じゃああいつも誘うぜ、たまろう。たまろうもな。またろうくんね。いや、俺は素でたまろうと間違えてた、マジで。おーい、またろう。なんか怖がってる、怖がってる。あれ、またろうくん、なんか様子が変だよ。どうした、どうした、何これ。僕、入学式あたりから何かにつきまとわれてる気がして。妖怪の仕業？出た、妖怪うち特有の妖怪のせい、来たんじゃないこれ。後ろから見られてるような。なになに、おるやん。バケーラ。わー、出たー。バケ猫、こいつはもしかして、もしかして怨霊か。怨霊、怨霊。あ、そうか、今回妖怪じゃなくて怨霊って呼ぶんだ、ごめんなさい。腕の虫。うん、もう食ってやるぞって感じか、音量が。やるぞ、コマくん。コマくん、お、なになに。うん、ジンペイくん。なになになに。え、二人とも戦うの。なになに、どうやって戦うの。え、生身で戦う。マジ生身で戦おうとしてるやん。ボス音量、とても強力な攻撃をしてきます。大丈夫これ。俺こういうの苦手なんですけど。あ、これで回避できるのか。ちょっと、まずい。あー、やられた。あー、くそ。コマさんに任せとこうぜ、これ。コマさんに。冗談冗談。ちゃんと俺 Y ボタンでね。オッケー、後ろからね。なんか、まとっとる。怒ってんのか。怒ってんな、これ絶対。オッケー、これ来たでしょ、これ倒した倒した、絶対倒した、絶対倒した、オッケー。しっかりとひっかり倒していく。イェイ、爪研ぎタイムは終わりだぜ。早っ、もうすぐ倒したわ。バケーバケーバケー。アクロバティックなポーズ。バケー、まだなんだ、まだやるか。まだやるの。おで、強いやつ、好き。これ、あげるど。おめえにぴったりだど。なんか、どとかだどでさ、なんか、アマギっているじゃん、稲妻イレブンに。あ、なんかあいつにそっくりだね、喋り方がね。赤グローブ。何赤グローブって。おめえにはこれだど。何？ど根性バット。バットとグローブ。んー、これで何ができるんだろう。武器も装備できるんだ。ねえ、あー、さっきのお姉さん。あー、隠れた。ジンペイくん、コマくん、ちょっといいかしら。何、なんかこのお姉さんにいけないことされそう。やばいやばい、教えられちゃう、いろいろと。この人はまさか、まさか学園一の美女、エンラ夏希先生。エンラ夏希先生、これから保健室に来てくれない。いや、やっぱいけないことされちゃうって。これ僕たちに何の用が。やばい、いけないことされちゃって。ほらほら、ジバジンペの顔がほら、もう落ちとる、こいつ落ちとる。やばい、もう、いやー、もうよかち、そういうとこで行っちゃったか。なるほどな。それは来てからのおたのしみ。もういけないことされる絶対これ。いや、よくないよくないよくない。
これ一応案件だから、なんか、いつもだったら言おうとしてること言わないと置いてるけどさ、もう絶対これいけないことされるって。もう、お色気がすごいよな。ジンペイ君興奮しすぎ。すっごい美人だったけど。教師はああいうオーラを出しちゃいけん。もうちょっとなんか、ね、もうちょっと抑えよう。あれは出しすぎや、ちょっと。禁断の個人授業だな。魅惑のムフフタイムが俺を待ってるぜ。あ、言うとる言うとるって、もう俺より言うとる。俺せっかく今案件だから気をつけてたのにさ。もう言うとるわ、もうそれは。いきますか。さあ、禁断の個人授業楽しみです。僕も行きましょう。あ、こっそり見とるぞ。仁平くん、コマくん、なぜここに呼ばれたのかわかる？いけないことしたんですかね。それは、その禁断の個人授業を…でもこいつ良くないね。思ったことすぐ口に出すのはちょっと良くないと思います。慎みたまえ。YSP 基準合格ってどういうことなのか考えたことはなかった？いい？ YSP 基準とは霊的に大きなパワーを持つ能力者の基準。妖怪スペシャルパワー YSP ってこと。なんか意外と名前が単純だった。スペシャルパワーって、妖怪スペシャルパワーの持ち主ってこと。そしてあなたたちがこの学校に来た理由、それは学園最大の一大事を救うためよ。何一大事って、何何何？学園最大の一大事、なんだそれ。その前にあなたたちにはテストを受けてもらいます。どういうテスト？ちょっとどういうテスト？さあこれを受け取りなさい。え、出た！ YSP 能力を引き出すガジェット、YSP ウォッチよ。 YSP ウォッチ、妖怪ウォッチは言わないんだ。 YSP ウォッチっていう感じなんだね。へえ、いい感じ。感想が、ウォッチにメダルを入れることでいろんな妖怪パワーを操ることができるの。メダル来ましたね。妖怪メダル、なんだそれ、意味わかんねえ。意味わかんねえ。この発信機で指示をするから常に耳につけておきなさい。え、どういうこと？イヤーチップ、イヤホンとかじゃなくてもイヤーチップ。何やら上がる。わあ、見てた見てた、玉田バタロー。ああ、名探偵コナっぽいの発信機みたい。少年探偵さんっぽい。名探偵コナっぽい。危ないな。この秘密を聞いた以上はあなたにも手伝ってもらいます。巻き込まれたね。ああ、玉田バタローもバトルでは戦い、やんなー。いらんのがついてきた。さて、早速あなたたちには、お、早速仕事か。仕事、学園の中にいる怨霊を探してウォッチの力で戦ってもらいます。姿を隠している怨霊は霊界チャンネルで見つけられるわ。霊界チャンネル、霊界チャンネルとは YSP ウォッチに備わった霊現実世界と怨霊世界を、怨霊たちは Y 学園の、あ、だからその怨霊チャンネルに切り替えてその怨霊戦っていこうっていう感じですね。まずは音量を探しに行く前にメダルをセットしてみて。ちょっとやっていきましょうか。じゃあメダルセット、召喚メダル、あ、バケーラ、あ、さっきのやつじゃないね。もうメダルもらってたんや。メニュー開いて、で装備のこのメダルかな、メダルで、これメダルのセットはどこだ、これか、これのバケーラ行きましょう。これで多分装備できた、できたんじゃない？そう、それでいいわ。セットしたメダルを音量とのバトルで使ってみなさい。わかりました。ちょっとこれ音量チャンネルでどうやっていけるんだっけ。あ、これだ、これでいけるんだ。いる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 、バトロンか、きたー。バケーラは来ないね。よし倒した。デスコンタクター一つ倒して、でメダルは、バケーラは、あ、バケーラ来た、あ、バケーラ来た、バケーラ来た、バケーラ来たぞ。バケーラなんか頑張って、お前何もしてくれんやん、お前何もしてくれんかった。あー、でもメダルゲットでけえ。じゃあこれせっかくだしさ、メダルセットしようかな。バケーラ今召喚したからこれ切り替えよう。このデスコンタク、あー、さっきよりこれ上がってる、いいね。では
今から FST ですね。皆さん頑張ってください。何 FST って？うん、自由時間。うん、なんだなんだ、なんか発信機が。みんなちょっといい？急いで保健室に来てちょうだい。なんでなんで。よっしゃー、エンナ先生の個人授業だ。なんかあるかこれ保健室で。俺もお前もフリースタイル、エンナ先生はプリプリスタイル。あ、よくないよくないよくないね、よくないラップ。待っていたわ。早速だけどこれからテストを受けてもらいます。何のテスト？ただし今回の敵は誰？野生の不良よ。え？なんで野生？野生の不良って何？実は放課後の教室はいつも不良のたまり場になっている。へえ。2年生の不良たちが1年生の教室までも占拠し、うん、今この校舎の2階と3階は不良のせいで入れない状態。それは恐ろしいですね。よくないことですね、それは。でもこの学園は不良も認められてるんですよね。なんか学園マフィアとかもいましたからね。ただの不良ならいいんだけど、うん、番長のライドメラ、怪しい力を使うみたいな。え、何それ、ライドメラ。あ、メラ、あ、メラメライオンじゃないこれね。どうやら見えない力で喧嘩相手を吹き飛ばしているね。それは良くないですねそれは良くない。不良どもを蹴散らしてメラってやつを倒せばいいんだな。そうね、正義の心がうずいてきたぜ。じゃあ不良を倒しに行くときは私に一声かけてちょうだい。じゃあちょっと倒しに行くか。監視カメラであなたたちを見守っておくから。いいね。じゃあちょっと行きましょうか、早速不良を倒しに行こうか。不良倒しに行くぜ。行きますか。行きます。さあ、いきなり不良おるな。オッケー、よし倒していく。いきなり倒していくぞ。うん、これやんちゃな生徒だからどんどん倒していかないと。オッケー、よしよしよし、しっかり倒して、これもいいね獲得で、まだいるな。オッケー、一件獲得、しっかりと決めポーズもやって。お、インフルエンサー、たくさんのいいねをもらい、バトルの盛り上がり最高潮に達すと、ディスコタイム、ディスコタイム、いいね。あ、今これがディスコタイムか。なんか、あ、なんかノリノリだね。パーティービーボーじゃん俺ら。うわ、やば、荒れすぎでしょこれ、荒れすぎでしょ、やば。おい、お前がライドオメラか。ライドオメラ、やばいね、ちょっと強そうだね。え、この俺様を気安く呼ぶあいつは知り合いだったかなあ、シシグロ。何それ。いえ、うわ、やば、ライドオメラめっちゃかっこいい。でも野生の不良怖。暴力によって君臨しているのになぜ俺様に何のお咎めもないのか。なぜ。それは俺様のやっていることが学校公認だからに他ならね。まあそうね、なんか悪いのも許すっていうのがこれ Y 学園ですからね。お前らには教えなきゃなんねえようだな、小社会のルールってやつ。ちょっと教えてくれルールを。来たね、ついに。行くぞ行くぞ、バンドオメラ。来た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 、めっちゃ乗っとる、めっちゃ乗っとるぞバンドオメラ。はいはいはい、行くぞ。そうか、俺がディスコタイムだからだ。よしよし、オッケー、これはオッケーオッケーオッケー、しっかり倒せ。よし、これはオッケー、しっかりと与えていく。よっしゃー、オッケー、素晴らしい特殊攻撃。なんか来るか、なんか来るんじゃない。何、なんか来るの、やっぱりこっちのデスコンダクター来た。デスコンダクターもこれライドメラに頑張って与えてくれ。おー、いいね。お、なんか入った、なんだ、
ライド・メラも YSP 能力者？え？でも、この調子ならいけるかも。なんだ？やられるわけにはいかれんだよ。こうなりゃ次の手だ。なんだなんだ。シシグロ、お前の出番だ。やれ。シシグロに投げた。お呼ぶ。おい、仲間呼ぶなんてずるいぞ。こっちも二人でやってるけどな。てめえらもだろうが。そうね。あ、もしかしてあいつ。あいつ？あのシシグロっていう人。ただの人間じゃないんだ。どういうこと？ってことは怨霊か？あいつ怨霊を古文に。そういうことなのかな。そうか、実行犯はあいつなんだ。だから学園側も処罰できない。おい、気づいたか。怨霊なの？逆にさ、怨霊を古文にしてるってせこくない？なんか仲間呼んでるとかよりそっちの方がせこいと思うんだけど。なになに？ジンペイ君、今こそあの力を使う時よ。あの力って何？音量を憑依させて変身するの。え、どういうこと？変身？変身できんの？え？え、なんだそれ？変身できんの？え？ヒーローみたい。 YSP ウォッチの力は音量を召喚するだけではない。うん。 YSP 能力者が音量を取り込むことで新たな存在になることができる。なにそれ、なにそれ、なにそれ。新たな存在か、面白い。え、ちょ、待って、面白そう。よし、やってやるぜ。お前の時間だ。お前の時間だ。バケーラ。バケーラ来た、バケーラ来た。え、なになになに、何が起きるの？変身。なんかメダル取り込んで。バケラ出てきて、うん、あ、ああ、赤く染まった体、お主の血でさらに赤くなる。ノンマキ。かけ、なん、なん、剣豪ベニマル、かけ、かけ。変身きた。なんかそのセリフなんかちょっと某ね特撮ヒーローみたいな感じですけど、きたーって。じゃあちょっとやっていきましょう、これ変身バトル。行きましょう。変身できんの、すげえ。もうヒーローやん。ちょっともう戦おう。ちょ待って。よし、オッケー。見たかで、すげえ。ちょ、めっちゃダメージ入るな。しかもとりあえず、もうちょっととりあえず俺はまずメラを倒そう。メラを、見切っ、オッケーオッケーオッケー。どんどんこれメラ倒そう。まずメラ倒そう。メラいける、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 メラやったぜ。オッケー、まずメラ倒して、でシシグロカズマもうちょっと、オッケー、で行くぞ。カズマ倒せー。よし、すえー。赤き一戦なんか使えるの？あ、こんな強い技も打てるんだ。妖怪ヒーローマジかっけー。ということでね、今回はですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきました。もう妖怪落ちて、ああいうことだってんだ。もう変身バトルとかやるようになったのね。いやもう、変身バトルとかってさ、もう男の子めちゃめちゃ大好きじゃん。ああいうなんか、ヒーローに変身するみたいな。なんかそういう男の子の好きな部分も詰まってて、俺もめちゃめちゃ上がりましたね。で、今回この妖怪学園 Y なんですけども、まあ、冒頭にも言いました通り、8月13日、多分動画配信日がもう8月13日だから、今日か。今日から、任天堂スイッチでリリースされます。皆さんはぜひね、遊んでみてください。という感じで、今回これで終わりにしていきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの。